島さんとかはどうでしたか。俺もでも基本反対で。ああ、もう基本、うん、でも。もう基本もだから大学4年でなるって言って、うん、まあ実家出てたから、その面接とかそういうのは全然もう知られてなかったし、はい、俺ももう受けないって言って、うん、でもずっと反対されて、だからそれこそ家族会議みたいなやつで、もうお母さんずっと泣いてるし、で、お母さんは俺をその辞めさせるために、うん、まあ、その終わった翌日に LINE が来て、うん、あんたは誰も笑わせることも幸せにすることもできない言い過ぎだろ、どうだろう誰も俺怖く今でも覚えてる、めちゃめちゃ怖くて、それが幸せにすることもできない、文字面がで、私たちもそうだし、あんたが出会う、これからね、出会う人、家族とか友達、新しい家族、全部笑わせるできないわ、まあいいにしてもさ、うん、誰も幸せにすることできない、マジで、そう、で、父親もやっぱ辞めさせるために二人とも反対だから、父親はまあそういうことじゃなくて、いや芸人なんて食えないぞと、こう、まあそれはそうですね、なかなか難しい、本当に食えてる人なんていや、そんな平凡なこと言われてももう、いや、でもこれ、で、本当に食えてる人なんて、お父さん知ってるけど、たけししかいないんだぞ、そんなことねマジで言われて、厳しすぎるだろ、芸人の世界で、俺もたけししか食えてない、たけししか食えてない、え、嘘、え、クリフッシュの上田さんとか食えてない、全然食えてない、たけし以外は誰も幸せにできてない、そうそうそうで、俺もいやー、そ違うな、他にもいるよなーなんて思ってたら、うん、そのお父さんがフォローして、あ、違う、あれか、サンマも食えてるかって、いやいや、待って、食えてる、お父さんの中でタモリさんは食えてない、タモリ食えてない、ビッグ3の中でも、マジか、タモリさんギリギリバイトしてる、ギリギリバイト、うん、週末とかだけバイトしてるぐらいのイメージかな、確かになぁ妹ももうめちゃめちゃ嫌ってるからの、俺のこと、もうだから妹も反対で、俺がその慶応珍しいのよ、妹が反対は、いや、まあ落差があったのかな、俺が慶応行くまでは自慢のお兄ちゃんとして、うん、あ、なるほど、結構友達にも私にはお兄ちゃんがいて、うん、慶応ボーイなのよみたいな、結構それがだから嬉しかったらしいよね、はい、でやっぱ尊敬できるお兄ちゃんっていうのでずっとやってきたけど、芸人になってから落差で、うん、もう最悪だと、あ、もう、こう芸人最悪だ、お兄ちゃんが芸人なんて、もう友達に知られたくないっていうんで、もう俺の存在を消されて、妹が、まあその後2年後ぐらいに会社に入ったら、新しい人に会ったら、もう私は一人っ子ですって、ずっと言ってるの、マジで、そう、もう本当に毛嫌ってて、だから俺がその今福島、ストレッチ福島でやってるけど、芸名なんかそのピーナッツとかにしてくんないわかんない、苗字は使わないでくれ、真逆で、顔もまあもう分析したら分かっちゃうかもしれないからっていう、ないだろ、ピーナッツっていう芸人と福島の妹女の子似てるかもしれないみたいな、でなっちゃうから、本当にもう限りなくし、ね、分かんない、ネット記事出て、ピーナッツと暇じゃねえぞ、一般の女性激に妹結婚するなよ、結婚もう入籍したのかな、今年の12月に結婚式挙げるんだけど、旦那さんにも言ってないの、そう、言えない、じゃあ式で初めて見たの、だから式来ないでって言われて、うわやばすぎ、やばいのよ、本当に反対されてるじゃん、本当にもう全員から、結局なんだかんだね、両親ってね、いずれは背負わ、ね、押してくれるんですけどね、まだまだやっぱまだ全然認めてくれてない、住んでてめちゃくちゃぷよぷよ、またぷよぷよのくせです、なんだマジで、すぐ住んでるわけじゃない、いやマジでぷよぷよなりたかったでしょ、ぷよぷよなりたかった、ぷよぷよって言うぷよプロプロじゃない、言うにしてもぷよ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 、住んでてそういう意味じゃなくて、その手詰まりしてて、その要は結婚式があるのがね、今年の末ぐらいにあるらしいんだけど、1年後ね、要は芸人をまあ辞めないとまあいけないわけですよ、結婚式に辞めたら絶対いける、あー、うん、で、続けてもさ2位とか出てもいい、ちょっと待って、2位とでもいいの、もう芸人ぐらいなら、まあ、こういう仕事してますとかっていう、うん、芸人はもう、なるほど、ね、そう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 、で、まあ1個さ、そのそういうのでさ、その、うん、なんかモチベーションにする意味でさ、うん、要はその辞めたくはないから、うん、売れればいいじゃんっていうのがあるじゃん、そうだね、それはさ、売れたら、また自慢のお兄ちゃんに、そうよ、はいはい、それはなれる、それは鼻高だから、こっちなんだけど、これのハードルがやっぱその親父がいるから、たけし3万ラインまで売れないと売れたことならない、ビータケちゃんがね、マジかい
竹ちゃんまで行かないとっていう状態だから今年の末までにビッグ3入るぐらい売れないと無理、結婚式行けない、竹さんの振りして出たら確かに余興しに来ました余興しに下がろうこんなやつもしたら嫌だ、まあまあ、すごい上のお兄ちゃんだよ知り合いのぷよぷろ連れてきましたっつってなんでだよ確かにぷよぷろだったらいいかぷよぷろ大丈夫ぷよぷろ大丈夫、うん、でも年収じゃ、いやさすが年収マジで、うん、じゃあ1000万、うん、1000万超えたら絶対言えますよね、さすがに、まあそうね、もう金で出てるから、うん1000万、そうね、テレビとかもいっぱい出てた、うん、しゃべくりセブンとか出たらすぐでしょ、確かにな、コロッと変わるかもしれないね、ありますそうですよ、うん、結局、うん、あドラマ結構、ね、ドラマだね、うん、